は2022年8月に成立する欧州経済貿易事務所のグジェゴシェフスキー所長に大樹平成勲章を授与しました。第総統は22日、中華民国政教劣化巡礼代表団の表敬訪問を受けた際、より多くのムスリムの人々が台湾の素晴らしさを体験することに期待を寄せました。以上がニュースの主な項目です。はじめに、政府と民間による合同防空演習南岸47号演習が7月22日から25日にかけて地域別に実施されています。第水徳総統は22日 Facebook を通じて国民に注意を呼びかけ、演習と季節地に協力し避難訓練を実施するよう促しました。第総統は本日から25日まで南岸47号演習が行われ、毎日午後1時30分から2時まで地域ごとに警報発令、避難訓練、交通規制が実施される。この演習を通じて国民の災害時の緊急対応能力を向上させることを目指していると述べています。また演習開始時に防空警報が鳴ったら、走行中の車両は安全な場所に停車し、運転手と乗客は警察や民間防衛団体の指示に従って近くの避難所に避難するよう呼びかけました。公共交通機関は通常通り運行するが、演習中に下車した乗客は避難指示に従う必要がある。バスやタクシーに乗っている場合も演習中は停車する必要があり、乗客は下車して避難しなければならない。また演習当日は各地域で空中脅威警告システムを通じて国家レベルの警報メッセージが同時に配信される。メッセージを受信した際はテスト、演習などの内容を確認し、冷静を保つよう呼びかけています。次に、第水徳総統は22日まで総統府にて8月に離任する欧州連合 EU の台湾における政策機関欧州経済貿易事務所のフィリップ・グジェゴシェフスキー所長に大中形成勲章を授与しました。第一総統は台湾と EU の関係進化への貢献に感謝し、グジェゴシェフスキー氏は台湾の永遠の友人であり、いつでも台湾財宝を歓迎すると述べました。一方、グジェゴシェフスキー氏は台湾での数年間の思い出を詳しく振り返り、最後に台湾最大の方言台湾語で、友達になると嬉しい、また戻ってくると述べました。第総統はグジェゴシェフスキー氏が2019年に就任し、欧州経済貿易事務所の所長として最長の任期を務めた。グジェゴシェフスキー氏は台湾と EU の経済貿易関係を強力に推進し、4年連続でヨーロッパへの投資フォーラムを開催し、台湾の対応投資を大幅に増加させ、 EU も数年連続で台湾への最大の外国投資元となっていると述べ、同時にグジェゴシェフスキー氏は積極的に EU の台湾及び台湾海峡情勢への関心を高め、 EU の台湾支持を継続的に強化した。今後、双方の関係が現在の基盤の